こんにちは、ケーキです。今回はオーバーフロー水槽の設計についてお話ししていきます。これまでに水槽の穴開け、配管用の台座の接着、バックスクリーンの貼り付けを紹介しています。次は水槽の配管に進みたいんですが、その前にオーバーフロー水槽の使用を決める、まあ大層な言い方をすれば設計の作業が必要なんで、今回はその部分を重点的に紹介します。ちなみに今回作り方を紹介する水槽は、最終的には今映ってるような亀を飼育できるアクアテラリウムになります。これも踏まえてオーバーフロー水槽の使用を決めるための考え方を紹介していきます。オーバーフロー水槽とは、水槽の下にろ過槽を設置して、水槽とろ過槽の間で水を循環させるろ過システムを持つ水槽のことです。オーバーフロー水槽のメリットは、水量が豊富で水質が安定すること、大量の露材を設置できるため、ろ過能力を高くすることができること、ろ過槽だけで水換えが可能でメンテナンスをしやすいことがあります。一方でデメリットとしては、水を汲み上げるポンプの音とか、あとは飼育水槽から水が落ちる音っていうのが大きくて、まあ、うるさいってところ、そしていろいろ道具が必要なので初期コストが高くなってしまうことがあります。で、まあまとめると、ろ過能力が必要になる大型魚、亀みたいな水生爬虫類、あとは海水水槽なんかにはとても向いている水槽システムです。で、今回は亀を飼うということなので、オーバーフロー水槽を採用するというわけですね。それではオーバーフロー水槽の使用を決めていくわけですが、最初に決めるのは水位です。オーバーフロー水槽ではパイプの高さ次第で自由に水位を決めることができるんですが、それは言い換えると、パイプの高さを変えない限り水位を変えられないということなので、水位決めが結構重要です。今回は亀が十分泳ぎ回れて、その上で陸地の空間もしっかり取れるというところを狙って、水位は25センチにします。次に飼育水槽とろ過槽をつなぐパイプについて決めていきます。決める必要があるのは、配管の形状、給水管の太さ、排水管の太さ、給排水穴の位置です。配管の形状っていうのは、ざっくり言うと二重管と三重管のどっちにするかという話です。今図に書いているのは二重管で、一番内側がろ過槽から水を汲み上げてくる給水管、その外にあるのがろ過槽に水を落とす排水管です。三重管の場合は、排水管の外にもう一つパイプを置きます。この一番外側のパイプは、要はメンテナンス中に手をぶつけたりとか、あとは大きい生態がぶつかったりして排水管がずれたりしないように守るっていう役割があります。二重管の場合は、代わりにコーナーカバーという板で排水管を守ります。どっちかというと、力の強い生態がいる場合はしっかり配管を守れるコーナーカバーを使うために二重管を選ぶっていうことが多くて、そうじゃない場合は見た目がすっきりする三重管を選ぶっていう感じになると思います。今回は力が強いカメを飼う水槽なので、二重管を選びます。給水管と排水管の太さは、どれぐらいの流量で水を循環させるかというところに影響されるので、だいたい水槽の大きさに応じたサイズの目安があります。今回は60センチのワイド水槽なので、排水管には 40A、 給水管には 13A の塩ビ管を選びます。最後に穴の位置ですが、要は右にパイプを立てるか左にパイプを立てるかによって、右に穴を開けるか左に穴を開けるか決めるっていうことです。あとは水槽台の穴の位置とも合わせないといけないです。どっちかというと、水槽に向かって左に穴を開ける場合が多い気がしますが、今回は水槽の置き場所的に左から見ることはあっても右から見ることはないので、右側にパイプを立てるということで、右奥に穴を開けます。次にろ過槽の仕様を決めていきます。決めるのはサイズ、材質、総数、ウールボックスです。まずサイズですけども、水槽台に入る大きさなら何でもいいです。大きい方が容量が増えてろ過能力が高くなるっていうのがあるので、だいたい飼育水槽よりも一回り小さい大きさを選ぶことが多いです。で、今回は60センチのワイド水槽なんで、45センチ規格水槽のサイズになります。材質は一番多いのは塩ビです。見えないところなんで見栄えは重要ではなくて、まあ、割れにくくて安く手に入る塩ビがよく使われるんだと思います。ただ今回は
チャームで企画水素を流用したろ過装が格安で売ってたのを見つけたので、それを使うことにしました。なので今回はガラスになります。で、総数は仕切られた部屋の数のことです。ここで図に書いてるのは3層式になります。で、仕切りが多いほど流量が長くなるっていうのがあるので、ろ過の効率は高くなりますが、多すぎると水の流れが淀む可能性があるっていうのが問題になります。で、ろ過層のサイズが幅60センチくらいまでなら、だいたい3層式を選ぶのが普通です。最後はウールボックスですけども、これは物理ろ過のために飼育水槽から落ちてきた水をウールマットで一回こすためのものです。ウールボックスがあると大きな汚れが分解される前に取り除けるので、特に糞とか餌の食べ残しが出やすい大きい生態を飼う場合には重要になってきます。今回はろ過槽とセットになってたので、それを使います。その次、水を汲み上げるためのポンプです。ポンプで決めないといけないのは種類とスペックです。ろ過槽内に沈めて使用する水中ポンプというタイプと、ろ過槽の外に置く陸上ポンプというタイプがあります。陸上ポンプはマグネットポンプという呼び方をすることもあります。水中ポンプは扱いが簡単で、まあ安い。マグネットポンプは配管を組むのが大変で高いんですけども、流量が大きいっていうのが特徴です。飼育水槽が90センチくらいまでであれば、基本的に水中ポンプを選んで、それよりも大きい場合には必要な流量によってマグネットポンプも選択肢になってくるかなという感じですね。で、今回はまあ幅60センチなので水中ポンプになります。スペックの方なんですけども、流量と溶底っていうものを考えないといけないんです。流量は一定の時間内に循環させられる水の量のことで、溶底っていうのは水を汲み上げられる高さのことです。ただ水を高く汲み上げると流量は小さくなるので、この2つには相関があることになります。大体のポンプはスペックに流量と溶底のグラフみたいなのがついてるんで、それを参考に選ぶのがいいですね。今回は水槽台の高さが70センチ、水位が25センチなんで、ざっくりと95センチは水を汲み上げる必要があります。それで、ろ過槽と飼育水槽の水量を合わせると、だいたい100リットルくらいになるはず。で、そこから1時間に水を7回転させるっていう想定でいくと、溶底95センチの時に流量が700リットルパーアワー、確保できればいいことになります。こういったポイントを満足するポンプはまあいくつかあったんですが、今回はエーハイムのコンパクトーン2100というポンプを選びました。エーハイムの水中ポンプは前にも使ったことがあって、まあ特に問題はなかったんでリピートっていうところになります。5つ目はピストルパイプを選びます。ピストルっていうのはこの赤い矢印で刺されている部分のパーツで、排水管の内側に給水管を通すためのパーツです。ピストルにはストレートピストルっていう排水側の太いパイプがまっすぐで、給水側の細いパイプを90度曲げて差し込むタイプと、エルボピストルっていう太いパイプの方が90度曲がってて、それに細いパイプをまっすぐ差し込むタイプの2種類があります。ストレートピストルは排水側の太くて重いパイプを短くできるんで、水槽台の中にパイプを吊ったりする加工が不要で設置が簡単です。一方で給水側のパイプは長くなるんで流量は少し減ります。エルボピストルは逆に給水側のパイプが短いんで流量を最大限に使えますが、排水側のパイプが長くなるんで水槽台の中でパイプをうまく固定してやる必要が出てきます。今回は配管をシンプルにしたいのと、あとはポンプに十分な流量があるものを選んでいるので、ストレートピストルを採用します。最後にオプション配管を決めていきます。オプション配管っていうのはオーバーフロー水槽を稼働させる上で必須ではないけれども、あると便利な配管というものです。上から順に説明していくと、シャワーパイプは飼育水槽から落ちてきた水をウールボックスに流し込む際に水がシャワーみたいな感じで流れるようにするためのパーツです。これは騒音を多少減らす効果があります。マグネットポンプソケットはマグネットポンプを使う際に必要になるもので、陸上に置いたポンプとろ過槽をつなげるための接続口のことです。ドレンバルブはろ過槽の底部分にバルブをつけておくっていうもので、このバルブがあるとバルブをひねるだけでろ過槽の底から水を捨てることができるようになります。
ろ過槽の底にはデトリタスっていう沈殿物が溜まっていくので、その掃除をするときに便利な配管です。モーションチャンバーっていうのはポンプからの水を分岐させるための配管です。クーラーとか殺菌灯を使うときに必要になります。そしてクーラーっていうのは水を冷やすため、殺菌灯は紫外線で水を殺菌するためのもので、オーバーフロー水槽でこういった器具を使用するためにはモーションチャンバーとかを使って配管を組んでやる必要があるため、ここで紹介しています。今回は極力配管をシンプルにするっていう方向性でオーバーフロー水槽を作ります。そのためオプション配管はシャワーパイプのみを採用して、他は全部使いません。飼育生態的にもクーラーや殺菌灯までは必要ないので、オプション配管の必要性自体が薄いっていうのもあります。今回のオーバーフロー水槽の設計結果をまとめます。水位はカメが活動しやすいように25センチにして、オーバーフローパイプはカメが配管を触れないように二重管とコーナーカバーを組み合わせる方法にしました。ろ過槽はチャームオリジナルブランドのアクロシリーズから販売されているガラス製のものを選びます。このろ過槽にはウールボックスもセットになっています。ウールボックスで水を落とす部分にはシャワーパイプを使って音が静かになるように工夫します。またろ過槽の水はエーハイムの水中ポンプコンパクトオン2100で組み上げて、ストレートピストルを経由して飼育水槽へ戻ります。ちなみに水槽は ADA のキューブガーデン6045、水槽台はキューブアスタンプウッドというオーダーメイド品を使用します。今回のオーバーフロー水槽設計方法の解説はブログ記事としても公開しています。ブログではもう少し細かい内容の補足もしているので、そっちもよろしくお願いします。